紫で埋め尽くされたラベンダー畑すぐ裏にそのキャンプ場はありました台湾の人は北海道のフラノの日の出公園オートキャンプ場を知らない人はいませんと言い切られましたあのとても不思議なんですけども外国人観光客の波はキャンプ場にも及んでいます ここちららででででは、はののの年で3倍にになり、利用者の7人に1人人外国す。す。そのほとんどが台湾からです思いがけず増えた外国人客をしっかり受け入れようとキャンプ場も工夫を凝らします。 中国国語語のののの表示を増ややし、し英語のホーーームページも今年立ち上げました。ただ、電話やメールで届く外国人からの予約への対応はひと苦労。ローテクながら導入したのがこんな工夫。 今年から予約番号を振っています運営は上浦野町の第三セクター外国語が堪能なスタッフもいません、はい、それでも前向きに対応することが外国人客を引き寄せているのかもしれません 国内のやっぱりお客様は土日にやっぱり集中しがちなんですけれどもあの平日も予約サイト等の予約が入りましてとても助かってますただ収入が大きく増えるかというとさほどでも安い場所なら1人1泊でわずか500円電気と洗い場のついた区画でも3000円です料金は町の条例で決まります これだけの設備投資している割にはやはり安価な価格設定になってますんで、それほどまあ経営的な利益というのはやっぱり望めないのかなと思います。まあ地域住民のあのサービスも兼ねてますのでね。町から受け取る運営費を除いて、去年はキャンプ場の収支がトントンに。 逆に言うとこれだけ人気が高まってようやく経営が軌道に乗ります運営を自立させるにはどんな方法があり得るのか両極端の取り組みを見つけました